花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。週刊ご無沙汰いたしました、金尾芳郎の音楽魂。もうね、暮れも あともうこの放送もですね、音楽魂はあと1回になりましたね。あっという間ですけどもですね、同じ松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。桜田武さん、はい、よろしくお願いします。ねえ、あっという間にもう時は経ちますけどもですね、そんな中、お忙しい中ですね、今日はね、スペシャルなゲストをご紹介しましょう。大野えりさん、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。どうもお久しぶりでございます。どうも、ね、この間会ったけどね。あ、そうかそうかね、吉田よし子さんの、そう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 、ね、うん、あの時すごかったですよ、やっぱ大野さんのそのオーラ、うん、嘘、本当本当、あのね、どっちかというとフォーク系の方々のね、オラオラって感じだった。そう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 、もうあの時のオーラはすごかったですよね。そう、うん、自分ではそういうのは分かんないから、超アウェイですから。あの時はあのね、うん、割とフォーク系のね、そう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 、僕もね、何人かぐらいしか存じ上げなくて、まあ、よしこさんのね、交流関係、結構ね、交友関係、うん、やっぱフォーク会の、ね、方々が多くて、まあ、斉藤哲夫さんとかね、いろんな方が、アリさんとかね、アリさんね、僕一回一緒にやったことあるんですよ。でも久しぶりに会えて嬉しかったですね。いや、私も初めてでしたけども。あ、そうなんですか。そうなんですよ、 すごい方なのに全然知らなくて、それで、あのハーモニカのね、私はアリちゃんって言うと有山淳二さんのことを思っちゃうから、先輩だし大学の、はいはい、あ、そうですか。そうそう。そういうお名前かなと思ったら、松田さんって書いてあるから、はい、もう本当に素朴に、どうしてアリさんっておっしゃるんですかなんていう質問しちゃったりなんかして、すいませんでしたって、後で聞いて。なんかね、まあ、アリさんのハーモニカってね、それぞれハーモニカのブルースハープの方、うん、僕、最近ね、お付き合いさせていただいてるんですけど、まあ、特別ですよね、なんかりさん。素晴らしかったですね。本当素晴らしかったですね。なんかね。うん。だ、勉強させていただきました、私も。本当に、アウェイで。いやね。いや、もう本当にアウェイな感じのところ。僕、福島から帰って、そのままで、そのまま来ちゃったんで。私も水戸帰りだった。そうでしょ？そう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 。なんかね、もうくたぶれてましたけど、でも楽しかったですよね。ああいう会も素敵ですよね。いや、素晴らしいです ね。やっぱり吉田よし子さん ね、15周年 ね、ソロになって。そうですよね。素晴らしい記念だったと思います。まあ、よし子さんのご紹介でね。超フォローしちゃった。え、聞いてらっしゃるから何もわかんないもんね。超フォローしてしまいました、今。ありがとうございます。まあ、吉田よし子さんのね、おかげで、まあ、大野えりさんともね、そうですね。ね、お会いできて、ご縁というのは本当に嬉しいですけども、さて今回ですね、大野えりさんの、まあ、アルバム、はい、これ DVD ですけどもですね、はい、この見えないっつうのこれね、動画撮ってますけど、あ、はい、そう、これって言ってもラジオでなかなか見えないですよね、あとで動画でね、お楽しみいただきたいと思います。これが、まあ、DVD の方ですね。そうです、そうですね、DVD とこれがライブ録音ですね、うん、全然ラジオだって意識してないよね。そうそう、なんかこれがってすごいよ、ね、これがこのマイクをどうしようとか言ってるぐらいですからね。これロータスブロッサムっていうアルバムが出ましたけど、まあというよりはですね、うん、話していい？あ、いいですよ。今年の8月13、14という、まあ、超お盆の真ん中にですね、うん、はい、私の歌手人生初めてのライブレコーディングをさせていただきまして、うんうん、これが新宿のピットインという、まあ、まあ言ってみればジャズの殿堂、はいはいはい、53年続く、はいはい、そこで、うん、まあ、要するにもともとピットインっていうのは楽器の人中心の発行で、うんうんうん、私が実は初めて出た歌手なんですよ、ピットインに。そうですよ。そうなの。ずっと、まあ、晩年浅川真紀さんずっとやってらしたんですけど、はいはい、私は真紀さんの方が先だと思ってたら、うん、歴史を紐解くと真紀さんの方がずっと上なんですよ。だけど、はい、私が最初だったらしいんですよ。
じゃあボーカリストとしてね。そう、それでね、その当時はまだね、その年に1回し1人しか歌詞を出さないっていうような方針がわけ、そうなの。そうなの。だからものすごいハードコアなジャズの、はい、その今も昼ピー夜ピーってありますけど、はい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 、前は朝ピーもあったので、朝昼晩あったんですよ。でそういう時代で、今のクイーンズシェフのところじゃなくて、もっと紀ノ国屋の裏のところだった頃からなんですけど、はいはいはい、あ、そうでした。だからそのそこでまあライブレコーディングっていうのもまあ初尽くし、うん、でまあそれがやっぱり私の今回のエポックメイキングな出来事ですかね、今年は。なるほどね。うん。それでそれを、まあ、CD にしたんですけど、うん、まあ、2日間やって、同じ曲を、うん、15曲やったんだけど、うん、全部を CD にできるとは思えなかったんですよ、うん。やっぱりいいものをピックアップしてと思ってたんだけど、はいはい、まあ、こうか不こうか、うん、全部。OK テイクがあり、それで、いやだからね、そのライブレコーディングで歌うっていうことのなんか怖さみたいなもの、意外にみんな分かってくれなくて、楽器の人っていうのは、譜面見てできるんだけど、歌詞は見てたらかっこ悪いでしょ。で、間違えらんないし、ねえ、最近物覚えが悪くなってるんですお年頃なのにそれだけでも大変だし、うん、で今回は映像も撮ったんですよね、はいはいはい、だから譜面台見ながらっていうのはちょっとかっこ悪いので、うん、でまあ結果的にはそういうふうに全部 OK になったので、うん、1枚の CD には入りきらず、うん、今回はボリューム1、あ、それでボリューム1とちっちゃく入ってる、ね、そうなの。なるほど。それで、はいはいはい、来年の5月にボリューム2が、なるほどね。だから一度で、で、DVD も出したので、はいはいはい、一度のレコーディングで3度おいしいっていう。なるほど。あ、一粒で3度おいしい、3回おいしいみたいな。なんかありましたね。もう時代が出ますよね。すいません。グリコだっけ、グリコ。そう。同じ世代だからね。はい、そうですね。何回に1回グリコの話になるね。そうそう。あ、そう。この間もね、そういう話してて。ほら、やっぱりラジオと動画とって今、流してるじゃないですか。うん、それで、まあ、そのダイレクト映像と あとその写真を組み込んだオンエア音源の映像も出してるんですよね、うん、それでグリコの話ちょっとしちゃって、なるほどなるほどでもやっぱりね、不思議でしょ、音だけ聞いてる場合と、うん、映像がついて聞く場合と全然印象違うんだ。全然違いますね。ああ、そうですね、うん、でしかも今回そのライブだし、うん、その、まあ、CD だけでもそのわーっていうのが入ってくるから、うん、イエーとかね、うんうん、それだけでもとっても、うん、面白いんですけど、うんうん、映像がさらにそこに入ると、うん、面白いですね、なんか自分で見てても、うんうん、早速ですけどもですね、はい、今またファックス、もう生放送中にね、結構メールとかファックス来ますけどもですね、はい、この中からまず1曲聞いてみましょうか、はいはい、1曲目ですけどもね、そうですか、はい、これは、タイトルはジェリーフィッシュブルーズって言ってね、はい、クラゲのブルーズなの、オリジナルなんです私これは、はいはいはい、はい、でクラゲね、大好きなのクラゲが、うん、クラゲ愛を表現した、あ、そうですか、あとでゆっくりお話ししますけれども、はい、まず聞いてください、はい、ジェリーフィッシュブルーズ、はい、
drift without a care. You think of nothing everywhere. Dance up softly, nothing in the world can make it change.素晴らしいライブレコーディング、ね、このロータスブロスさんの中からですね、ジェリフィッシュブルース、ね、私ねクラゲがね、うん、本当に好きなの。なんでかっていうと動きがセクシーでしょ。あ、確かにそうですね、はい、ね、うん、それでねこう一泊が長い。あ、あれを見てるとね、うん、もう何時間で見てられるんですよ。あ、飽きないよね。僕もよくね江ノ島行ってましたけど、そうそうそう、あのクラゲをねが僕も結構好きなのよ。いろんなクラゲがあってなんか宇宙見てるみたいで、すごいです、ね、本当に宇宙みたいな。そうですよね。あの去年ね東北ツアー行った時に山形の鶴岡ってところに、はい、鴨水族館ってね、はい、あの今とっても流行ってるクラゲに特化した、はい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 、水族館があって、そこ寄ったの。もう素晴らしくて、それでちょっとクラゲ好き の同じ友達のミュージシャンがいるんだけど、うん、まあ、話してたら、うん、あの感じのベーシストはみたいな。でしかもそのなんかあの友達のミュージシャンはそこでライブもやっちゃったりしてとかって話聞いて、うん、私もしたいと思って、でもう館長にもクラゲ大好きです大好きですクラゲの曲書きますってもうアピールをして書いたのが今の、それで、うん、
もう来年の5月にはその鴨水族館でのライブ決まったんですよ。わー、そうなんですか。もう年ずれば通じるって感じ。もう楽しみでしょう、ね、なるほど、ね、大水槽があるんですよ、はいはいはい、そこの前でやらせていただく、あ、それ素晴らしいですね。楽しみですね。そのためのジェリーフィッシュブルースです。なるほどね、もうちょっと基本情報言ってもいい？いいですよ。ライブレコーディングはね、あの石田守、米木屋氏、原大力って、私のこれがレギュラートリオなんですけど、はいはいはい、それでそれにあの、まあ、今ジェリーフィッシュブルースは3巻入ってたんですけど、はい、あの川島哲郎っていうテナーサックスに、はい、今ソロ撮ってたルイケ・シンペット、トランペット、はい、それで太田明美っていうフルートの素晴らしいフルーティストなんですけど、はい、この3巻を入れてレコーディングしました、はいはい、素晴らしいですよね。ありがとうございます。もう言葉が足りずにね、なんとなくちゃんと、ね、情報言わないと ね、はい、ね、うん、ありがとうございます。というね、素晴らしいアルバムがね完成しましたけどもですね、DVD はねこの、でも見せていただいたんですけどね、ほんまやっぱ渋い渋い感じのね、渋いとか言うのはどうしてカラーにしなかったのって最初から、すいません、今日来た途端にクレームをつけられて、すいません、これジャズの映像は白黒がかっこいいのよ、そう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 、そういうイメージなんですけど、あえてあえていや、エリさんの衣装がね、うん、まあすごくね、そうそうそう、華やかだったので、そのジャケットの中のその写真をね、ね、見ながら皆さんお楽しみいただくとねいいと思いますよ。いいんですよ、もうね、うん、今ね何でもね、うん、それこそさ YouTube 見ればね、この人どうやって歌ってるとかっていうの分かっちゃう時代でしょ。これからもうね、もっとね想像力を働かせるっていうことがね大事。そうそうこのラジオっていう媒体考えてくださいよ。ねえ、ね、まあ、確かにそうですよね。とディレクターが大きくうなずいてる。そうですね、反応見えちゃダメよ、うん、本当に全部、まあ、でもね、その人間ってすごく欲が深くて、うん、例えば CD を聞いたりとか映像を見たりとかっていうのにね飽き足らなくなって、うん、だんだん最近みんなライブに来るようになったのね。そうそう、ね、だんだんそうなってくるんですよ。だからライブ映像とか出されると、でしかも自分の嫌なのも Facebook とかガンガン出されるじゃないですか。でも嫌なんだけども、人間ってやっぱり欲深いから、それにそのやっぱり臨場感っていうのはライブに行ったその日のその一回きりじゃないですか。 そうですね、それを体験してみたくなるんですよ。だから少しずつ、ね、特にだからジャズなんかは本当に、ね、うん、私もう究極の瞬間芸だと思ってるから、うんうんうん、その日の体調とか、はいはい、それから気持ちとか、うん、それでもう本当に人が違う言葉で喋れば全然違う感じで行くので、本当にね、今回その、なんて言うんだろう、前に来させて、ここにね、来させていただいた時も、もう今歌ってるのが楽しいって言ったんですけど、前のアルバムはニューヨーク行って、そのバスター・ウィリアムス・アル・フォスターってすごい巨匠とさせていただいたんですけど、そこでね、一回ね、完結したの、なんとなく。ああ、やったなって、うんうん。なんだけど、じゃあ次どうする、うんうん、って言った時に、うんうん、今すごい自分が楽しくて楽しくて歌ってる今、はいはい、みたいなのを切り取りたいなっていう発想がこのね、うんうん、ライブレコーディングだったんですよ。ただ、やっぱ怖いじゃないですか。怖いですよね、ライブレコーディング。やり直しが効かないから、うんうん、取り直しが。ああ、生放送と同じだね。そうそう、だから全部、ね、トラックが全部一緒なわけだから、うんうんうん、だからそれは大変に怖いことだし、うん、もう、まあ、ドキドキはしてたんですけど、うん、まあ、なんかでも楽しかったですね。すごく。で、ちょっと、あるライブやった時に、エリちゃん今日すごい良かったって、うん、で、これレコーディングしとけばよかったねって言ってくれた人がいて、こう背中を押してもらった感じ。ああ、そうですか。そう。だったの。なるほどね。うん。ライブがいいっていうのはもちろんね、それが一番褒め言葉ですもんね。そうですね。レコードっていうのはある程度の思い出になるからね。はいはいはい。ですからなんかまあライブとレコーディング、普通のまあレコーディングっていうのはまあ別物であるべきだとは思うんですけど。まあとりあえず今もう CD が売れない時代ですから。そう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 。ましてや DVD なんて作るなんてのはもうありえないって時代では。それこそね、ネットがあるわけだから、はいはい、なんだけど、まあ、
要するにライブができるっていうことはその CD を持って皆さんにお会いしに行けるという強みがあるということで、まあ、そこでこうサインして、そう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 、で付加価値がまあちょっとハグかなんかしてそっちかそれを目当てにツアーしてるのかなおくん、そうだったんだ。いやいや、それはだってあのライブにねわざわざ来ていただく人のやっぱ特権ですよね。そうです ね。だからあの今回も宣伝しちゃうと、アマゾンではこれあのそれぞれ3000円で売らせていただいてるんですけど、はい、ライブに来ていただいた方はセットで買っていただくと5000円という奥さん、あ、そういうそれでご奉仕みたいなお得ですみたいな、うまいないいなそれ。いやだけどやっぱりね本当にライブに足運んでもらいたいんですよね。そうですね、なんかやっぱりネットで、はいはい、その欲深くてさ映像見たとしても、うんうん、結局やっぱライブの臨場感というか、うん、音圧、うん、はいはいはい、そうですね、音圧とか人の気持ちの圧力とか、はいはい、そういうのはやっぱりね感じていただけないので、うんうんうん、やっぱりライブに来てもらいたいなって、うん、それでやっぱり拍手とか掛け声とかっていうのが入ってるのは面白いかなと、なるほどね、うん、素晴らしいですよね、ということでね、ファックスをちょっとご紹介しましょうか、うん、あの聞いてたじゃないの、聞いてましたライブはカラーですからね、うん、はい、では皆さんこんにちは、はい、こちらは曇り空です、うん、先週の金玉も素敵な時間でしたね、はい、いつも思うけど金曜日のお昼時に生演奏を楽しめて独特なゆったりした空気が流れてるって本当に最高ですね、これはき、誰ですか、ミキさんですね、博多の、博多のミキさん、はい、ありがとう。さて今週のゲスト大野恵里さんですね、お帰りなさい、はい、前回にご出演された際のあの歌いながらそっと誠さんの肩に手を置かれたシーンが本当に大人の雰囲気がよく出てて素敵でした。そんなことしたっけ触りたかったのかな、誠ちゃんしてたかもしれませんね、うん、こっちも50代仲間のおっさんなんですけどね、うん、今日は桜田さんのギターが一番似合う、はい、まるで、エラ・フィッツジェラルドとジョー・パスのアルバムのような絵画が楽しめそうですね今日も、素敵な午後のひとときを楽しみますね、ありがとう。ジョー・パスですねさて、もう年の瀬ですね、はい、個人的な話で恐縮ですが、うん、おいらは兄貴がマンションで冷たくなってたことから、うん、長年苦労させられた問題から、うん、解放されて現在唯一の肉親である母親を大切に今後も暮らしていこうと決心した1年でした、はい、日々喧嘩しながらもとにかく元気にさせようと思ってます、うん、皆さんの1年はいかがでしたか、うん、そのあたりも聞きたいですね、うん、今回はリクエストはなしです。お好きな歌を楽しんでいただけるところを楽しみたいんで、はい、エリさんのステージ恥ずかしながら未体験で、うん、次に福岡にいらした時は必ず参ります、うん、この間行ったとこですけどね、11月におりは約束したことは命がけで守りますま絶対行けよお前、絶対行かなつまらんどみたいな呼んでくれでもいいよ、本当いかんばい違う、ちょっと違う、ちょっとやっぱりね、あれですよ。でもね、うん、こうやって福岡とかもそうだしね、福島の方もねやっぱり聞いていただけるっていうのはね、やっぱ僕も続けてきてよかったなとか思って、来年11年目になるんですよ。でもねやっぱやってればね、まあ、ライブもそうですし、少しずつでもお客さんね、増えてきたりとか、あと生放送でもこうやってるとだんだん聞いてチャンネル合わせてくれる人が増えてくるんですよね。でそれをねもうなんかね実感してますね。博多のミキさんもいつもありがとう、応援していただいてありがとうございます。ありがとうございました。どう1年間どうのこうのっていう、なんか大野さん、大野さんいかがでしたか。最高でした、ね、早かった、早い、ね、だこのライブレコーディングを決めたのが3月だったんで、はいはいはい、で3月から、だからとにかくオリジナルを、うんうんうん、入れたかったんで、うんうん、そこから2曲書いたんですけど、もう1曲書けなかったんだけど、うんうん、それのとかいろんなこう手配とか、はいはいはい、で終わったら終わったでこういろいろね、うんうん、こうレーベル系の仕事しなきゃいけないんで、うん、本当にあっという間の1年でしたね。だからもうなんかね、今日もお会いしてね思ったんですけども、その以前お見えになった時とまたね、その状況もこういろいろ変わって
ってこられてて、その今回ライブレコーディングっていうことをね伺った時にね、なんかね今がねものすごくその花開いてるっていうかね、エリさんはねこれから開きっぱなしでいくよ、あのねそういう気がするんですよ。そう、ね、あの以前ねお見えになった時はやっぱ子育てとかもいろいろあってみたいな話もねお伺いしたんですけども、それ過去ね、うん、まあ、過去のね、うんうん、こともあるんだけども、人間ってあの吉田淑子さんもそうですけども、あのやっぱちょっと歌えない時期とかもあったみたいなことで、うん、吉子さんその時俺野毛の立ち飲み屋連れてって一緒に歌ったりなんかしたんですよ。でそれをね吉子さん覚えていてくれて、なんかそういう時期があって、今あの吉子さんもすごくなんかあの花開いててね、あのだいたいみんな年取るとほらしぼんでいくじゃないですか、うん、そうじゃなくね今がこう輝いてるっていう姿を ね、 今ね、でもやっぱりね続けてる人はすごい、あやっぱりみんな、ね、あの本当に続けてることが才能だってよく言うじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱ本当に今バリバリ自分でやってる人たちってそれなりの、うんうん、なんか続けるための努力っていうね、うんうん、のも あるから、うんうん、そういうもののこう背景も背負いながらのものが全部出てきてるから、うんうん、それはね素晴らしいと思いますね、うんうん、特にジャズの世界って80代 の、はいはい、その渡辺佐藤さんはじめですね、あそうですね、ミュージシャンがいっぱい今現役で、うんうんうん、何人もいらっしゃるんですよ、はいはい、だからほんのちょっと60過ぎたなんつったって、はい、本当にひよっこですから、うーんだね、えばれないよね、うーんもうしし本当にはもうね、はい、謙虚に行かなきゃ頑張ります。もう本当に今からでもないくらでも勉強できるなっていう気がするので、なるほどね、うん、だから健康だけはね気をつけないとね、健康ね、それはね、お互いに、ね、大事よ、はい、ということでね早速もう一曲ねこの中からね、はい、ロータス・ブロッサムの中からですね、はい、これはですね、で見ましょうか。コンファメーションってチャーリー・パーカーの曲なんですけど、これ私レコーディングするの実は3回目なんですが、はい、今回はあの太田明美というフルートとデュオで、はい、で今度ピアノレスでやってみました。お送りします。コンファメーション。Casting the moon to you, the moon watch on the brightest one night, just like the time I first saw you. You set my soul on fire. I am so high, for I had you, and you had me too. Oh, baby, let's put our past behind us. Live now. I know we can be happy, dear, because I love you. Can't live without you. The future stands to reason, I know. At first, it was a game, dear, to ease the heart and pain, dear, until the pole got too deep. I guess it was falling. It's why you circle wide, so they just are smiling. And the thing to draw me, I know I have to confess. I love you, and I just so, baby, think it over. You're so terrific. I've gotta be specific. So, baby, think, 'cause I'm sailing my dream over you. Now, casting the light to you, with a moon watch shining brightest one night. Just like the time I first saw you, you set my soul on fire. My heart's a higher, for I had you, and you had me to all, baby. Let's put the past behind us. Live now. I know we can be happy here because I love you. Can't live without you. The future stands to reason. I know. At first, I thought I came here to ease the heart and pain here until the pole got too deep. Started smiling so cool, I used to be just a smiling. You're the little thing you draw me. I know I have to confess. I love you. I know it's just so baby. Think it over, over. You're so terrific. I'm gonna be so sweet. So baby, think, 'cause I'm sailing my dream over to you. Now casting a line to you. Why the moon shining bright as one night, just like the one.
いやこれはもう新鮮ですね、なんかね。ありがとうございます。ね、ピアノ、いやこれは結構衝撃的ですね。ね、桜田さんいきなり乗ってきましたね。いやいやちょっとあのね、これはびっくりしましたね。ピアノがないっていう。そう、なんかそれでこうこのグルーヴ感っていうかね。ベースは単音で弾いてるから、うん、フルートも単音じゃない結局、うん、単音同士でコード感出してるとこに歌が乗っかってるのもね、うん、そうそう、すごく面白い。すごいよね、うん、絶対歌えないけどな、これでね、これはね、ああすごくあの裏話があってね、ええ、去年の12月かな、あのどっかでやるときに、12月の仕事だったんだけど、ええ、もうすごいその年の初めから仕事が決まってて、それで、うん、でピアノの子が、うん、石田くんがね、まわるくんが最初からダメだって言ってたのに、私はもうずっと名前変えてたからできるもんだと思ってたの。それで1週間前になって、うん、あの確認して、平さんそれ僕前からダメだって言ってましたよねって言って、あ、そうだったと思って、うん、焦ってピアノの人にいっぱいその虎を探したの、うん、だもう1週間前で12月だから誰もいなくて、うんうん、それで結局残ったのが今の大竹美ちゃんとベースの米木さんと原大力だったんだけど、はい、いやもうじゃあコードレスやっちゃえみたいな感じで、うん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 、それでライブやったんで、ライブでコンサートホールで何バンドかやる、で、うん、いいじゃんみたいな、だからそれひょうたんからこま、うんうんうん、それはって感じなんですよ。これすごいなとか思っちゃったな、なんか面白い、これはね、本当に面白い。なんかサックスの人とかね、だからコードレストリオってよくやるんですけど、はいはい、ピアノとかそういうのなしの、はい、まあ歌だと珍しいかもしれないですね。ね、ベースと2人でやってらっしゃる大先輩いますけど、うん、全編ベースとデュオっていうのが、シーラ・ジョーダンっていうか、素晴らしいですよ、うんうんうん、やっぱりこういうそのいろんな切り口からね、あの会話が生まれてみたいな、それで新しいね、うん、ものがまたそこで生まれてくるっていうのは常にトライをね。私ね、だからジャズっていうのが大好きなのは、うんうん、あのだからポップスの方ってのはね、うん、リハーサル大好きなのね。あ、はい、要するに間違えないためにリハーサル、うん、だけどジャズミュージシャンって嫌いなんですよ、リハって。はいはいはい、あんまりやっちゃうとそれにとらわれちゃって、うん、できなくなっちゃって、要するにじゃ何のためにリハっていうかっていうと、うん、間違えた時にいかようにでもこう、うん、あのそこから盛り返して いけるかって、で、あこれわざとだったんですけど、うん、何かぐらいの感じにっていうのがその腕の見せ所みたいなのがあるっていうか、ね、だからもともとが、うん、その間違い、人間は間違えるものなんだっていうことを前提にしてるっていうか、うんうん、そういう意味ではすごく優しいわけですよね、うん、だけどそこから盛り返せるかどうかっていうのはすごい個人の力に関わってるから、うんうん、だからその自由という言葉とものすごくイコール責任があるでしょ、うん、自由であるために、うん、だね、それイコール私はジャズなのかなっていう思いがすごくあって、うん、そこが私ジャズの好きなとこかなって、うん、だ今のコンファーメーションでもさっきまあちょっとネタバラしましたけど、うん、3コーラス目歌い出して歌詞で歌い出して途中でスキャットになったのは間違えちゃったの間違えちゃったんで、ね、間違えちゃったんで、もうツルツルツルっとスキャットにしたんですけど、だそれありなわけですよ。僕もしょっちゅう間違えますけども、そんなごまかし方できないな。スキャットなんかマスターしてスキャットいつでもいつでもいけちゃうみたいな歌詞作ったことあるけど、いやだからそれはだからそういう、あ、多分ね、あの、はいはい、方々はそれでいいわけですよ、うん、なるほどね、うん、だからもう本当のタイミングも歌詞も全部忘れちゃったから、はいはい、なるほどね。そう、今日のゲストはですね、大野恵里さん、いい加減で、ね、お見えになってますけどもですね、このライブアートピットイン、ロータスブロッサムですけどね、やっぱこれはあのハスの花っていうことですよね。そうですね、うんうん、あのね、これは、うん、あのデューケ・リントンという王様がいますけど、はいはい、それのパートナーだったビリー・ストレイホーンっていう人の曲なんですね、はいはい、で、あの彼がね、あ、これはあの
曲は もちろん昔からあったんですけど、途中で誰どなたかが歌詞を書いたみたいなの、うんうんうん、なんかのね、あのいっぱいロータスブロッサムあのハスの花には、うん、あの花言葉があるんだけど、うん、あの離れゆく愛っていう、うんうん、のにその基づいて作った歌詞だったんだけど、うん、なんかあんまりつまんない歌詞で、うん、でそう離れゆく愛私が歌ってもどうしようもないなとか思ってね、うん、でそのハスの花っていうと日本的に言うとすごくこう意味のある言葉、あの花じゃないですか、うん、お釈迦様の下には必ずハスだし、うんうん、そうですね、うん、であれは要するにハスの花っていうのは泥の中でしか、逆に泥の中でこそ綺麗に咲く花なんですって、うんうん、なるほどね、はいはいはい、かっこよくない、うん、だからそういうことがこう言えるお年頃、はいはいはい、になるわけですよ。なるほどね。でそのまあ、そういうのに基づいて今回歌詞を新しく私付けさせていただいて、うんうん、それでその当時その8月にライブレコーディングだったので、あの今年はあのとってもあの災害が多かったでしょ、はいはいはい、で特に7月には西日本の水害が多くて、はい、うんうん、でも文字通りその泥の中から這い上がらなきゃいけない方々が、うん、で私本当にね災害が起こるたびにねミュージシャンって本当に無力だなって思うんですよ ね、 うん、 そうですね。でまあささやかながら、うんうん、やっぱりこう泥の中から顔を上げていただきたいなってエールを送らせていただきたいなという思いも込めて、うんうん、この曲を選んで、まあ、ボリューム1の方のサブタイトルにさせていただいたんですね。その曲じゃあちょっと聴いてみますか。ロータスブロッサム。White flowers float on the waters, bright faces seeking the sunlightSo soft and free, and you speak to me of all that I like to be. Peer and into the waters, I saw there stagnant and murky, but your roots are deep, some firm and sweet.Into reality, like the lotus rising skywards from the muddy pond, I will blossom in my own way, wise, clear-eyed and strong. This is my dayTo live free, now that you taught me to be free, flowers thrice and reach for the skies from the dark, painful waters of life. So soft and free, and you speak to me of all I know I can be.ということでですねロータスブロッサム、はい、ね、お聞きいただいてますけど、その間に何を喋ってたかというのは秘密中みたいなあのね、あれから30分過ぎたら入ってきた博多のもんが、あーどうもこんにちは、なんやお前入りにくかったろ、いやなんかちょっと著名な方なんでお前よう入ってこれたねお前エリソンの中ピンポンって
今週も来ました澤部君がね、また今週も来ましたけども自由な番組だねほぼほぼ毎週だよね、もうねここのところたまたまレギュラーですかこの辺で、いやいやいや9年ぐらいですね、うん、あの、大成さんちょっとライブとかよろしくね、あのぜひ、うん、ぜひ横浜 横須賀あたりで素晴らしいです、うん、素晴らしいですね、ぜひ、うん、行ってくださいよろしくお願いします本当に言ってね、ということでね、本日のゲスト大野恵里さんですけどもですね、皆様いかがでしょうか、まあやっぱりこう僕はねもうその This is voice っていうのはね、まあ、これがやっぱ歌やね、あのすごい深いっていうか、僕なんかはもう基本がまずできてないのと、音楽に対する姿勢がさ、いい加減なんだからねわーわーギター一本持ってさ、あのオーディション行くとかね、そういう世界だったんで、あのね、深みはないですけども、まあ同じ年代としてはですね、そんなことはないわよって突っ込まなきゃ早く突っ込まなきゃいけなくて、ごめん遅かった今、ごめんそんなことないですけどもね、いかがでしょうか、このアルバムは、どちらで購入、まあ、ライブとこれはそうですね、ライブと DVD もそうです、ね、それから、そうですね、あとアマゾンで、はいはいはい、ライブで来ていただけるとですね、うん、本当はそれぞれが3000円なんですけど、うんうん、さっきの聞いたような気がするんだけど、それ放送で言った？言ってないよね、放送では言ってないかもしれない、言ってないよ、で、ライブだと特別、はいはいはい、セットで5000円でご奉仕させていただいて、1000円お得ですよ、はい、めちゃくちゃお得でしょ、ね、これはすごい ね、うん、でもやっぱり、ね、セットで買ってくださる方多いですね、そうですよね、うん、確かに、ね、面白いですね、ありがたい、これ素晴らしい、なんかね本当録音もすごく音良くてね、うんうん、これ録音がね、ピットインの方なんですけど、はい、昔からいる、うん、ご自分もやっぱりサックスとフート吹かれるので、あ、そうなんですか、やっぱりそのミュージシャンがやっぱこうエンジニアっていうのは、うん、あ、やっぱ違うなっていうのはすごい感じた、うん、今回、うん、ね、でここ微妙にここまでこうイントネーションをの伸ばすとか、はい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 、なんかあるじゃないですか、はい、でここはあもうちょっとクッといってみるみたいな感じが、うん、なんかねやっぱり違うよね、うん、やっぱりそう、うん、音分かってる人っていうか、そう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 、はいはい、まあ、違いますよね、うんうん、アメリカのねエンジニアって昔からそういう人多いですけど、うん、はい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 、なるほどねこれ素晴らしい録音になっておりますけどもね、今日ねもう全然歌ってないけど、その生でちょっとせっかくね、はい、お客さんもいるしね、お客さんも今からここ投げ銭になるから今日お昼おごっていただくんだっけ、違ったっけ、高いですよ歌が、桜田さんなんかすごい練習してきていただいちゃったしみたいだし、うん、楽しみにしてたしね、はい、チューニングしてください、今日生歌でね、何をそう一生懸命本当にね、桜田さんね練習してきていただいて、なんだっけ、せっかくですからその中のね一曲を、はいはい、もうできた？できた、うん、じゃあOn Green Dolphin Street、 お、狭くないですか？ Lover, one lovely day, love came, planning to stayGreen Dolphin Street supplied the setting, the setting for nights beyond forgetting, and drown his moments apart, memoriesLive in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the clam down Green Dolphin Street. Lover,
day. Love came, planning to stay. Grand Dolphin Street, supply to sit in. Just sitting for nights, we ain't forgetting. Reality is small, moments apart. Memories live in my heart. When I recall a lullaby from dawn, I could kiss the ground dawn.素晴らしい生演奏、大野恵里さん、桜さんいかがでしたか。緊張してましたね、桜さん。いや緊張してますよ、やっぱり。その緊張が俺にも伝わってきて、すごい俺も緊張したけど。いやでもなんか初めてね、こうやってね、の出会いがありましてですね、大野恵里さん、ありがとうございましたね。ありがとうございました。ということでね、もうあっという間の1時間でも、今日はもう僕が歌う時間がリクエストもなかったけどね。お便り、はい、してください。こんにちは、加納さん、としみさん、桜田さん、はい、こんにちは。ゲストの大野さん、はい、大阪の聖子です。あ、聖子さん、あ、聖子さん、はい、スタンバイしました。私の中では大野恵里さんは、はい、アーティスト、すごい人、ボイストレーナーの神となっています。大阪のブルームノートに娘とお伺いしたことがあります。そうなんね。出たことないけど、ブルームノートじゃなかったのかな。子供が歌の道を少し勉強した時に、大野さんのことを知りました。私は SNS もすごい世の中になりました。ゲストが大野さんだと知り、かなり興奮しています。やっぱり歌の声の出し方が小さい体なのに神だなと感じました。今日は冬真っ盛りですが、皆さんが警戒になる、間違ってたらごめんなさい、メイクラブトゥナイト、すごく聞きたいです。お願いいたします。覚えてない。どうぞお体に気をつけて年末をお過ごしください。昔のですね、うん、メイク、大阪のブルーメイクトゥナイトっていやらしい歌ですね、うん、相当でも当たってます。どこかのブルーノートじゃなかったのかもしれないですけどね。見に行ってますよ ね、 そすね、はい、おそらく多分ないね。聖子さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ね、覚えていないそうです。もういろんなことがね、忘却の彼方に行くんですよ。お年頃でしょ。お年頃僕ですか。僕はだ
今日何食べたかとか覚えてないもん。そうでしょ、危ないよ、ね、それはひどい、はい、そんな感じですけどもですね、最後にじゃあ大野恵里さんのこのアルバムの中から、はい、一曲ね、ぜひまあ、できるだけ多くね、ありがとうございます、お届けしたいんで、最後のナンバーになると思いますけどですね、はい、これはねピアノトリオでやりました、うん、こういろいろその要するにさっきのロータスブロッサムは川島哲郎君っていうテナーが入ってやったんですけど、はいはい、それぞれフィーチャーしてるんですけど、これは私のレギュラートリオで、はい、演奏した。前お目にかかったことがありますよね、ピアノの方、石田守君、石田、はいはい、うん、で今回今月の12月24日なんですけど、はい、これは柏のナルディスってところで、これみんなね、これがみんな忙しくてレギュラートリオが、はい、集まんないんですけど、珍しく12月24日に、そんなに暇か、はい、みんなって感じなんですけど。12月24日、はい、柏のね、ナルディスってところで、ね、はい、このレギュラートリオで、はいはい、ライブをやりますけれども、そのレギュラートリオでやりました。はい、そして来年、これで告知もしちゃう。来年の1月18日には、ちょっと遅いんですけども、はい、この新宿ピットインでですね、はい、レコ発ライブをフルメンバーでいたしますので。これは楽しみですね。1月、はい、これもそうですね。1月18日、ぜひ来てください。はい、ぜひぜひ来てください。今度は、迷わずにとしみちゃん来てね。わかりました。はい。ということで、ね、はい、じゃあ、最後にね、お送りしたいと思います。はい、The best is yet to come.Out of the trees of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's surreal, but that the best is yet to come. The best is yet to come, babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but ain't it shine?Wait till the warm-up's underway. Wait till the lips are snap. Wait till you've seen that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, babe. Won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wineWe're gonna drain that cup dry. Wait till your arms right with these arms to surround. You think you've come before, but you ain't left the ground. Wait till you're lost in my embrace. Wait till I hold you near. Wait till you've seen that sunshine place. Ain't nothing like it here.Yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine.はい、ということでですね、素晴らしい、ライブレコーディングのですね、CD ロータスブロッサムからエリオーノさんのライブアットピッティング、エリオーノさん、そうです、はい、エリオーノです、大野恵里さんですけどもですね今日もありがとうございました、ありがとうございました、ね、楽しい時間ありがとうございました、こちらこそ、桜田武史さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、松下としみさん、ありがとうございました、動画のキキさんもいつもありがとうございます、佐藤君どうもありがとうね、ということでですね、今日もたくさんのリスナーの皆さん感謝いたします、また来週というか来週がもう最後になりますけどもね、来週のゲスト諸岡健児、お楽しみいただきたいと思います、また来週お会いいたしましょう、 See you next time。
carry these arms just around. You think you probably fall, but you ain't left the ground. Wait till you laugh in my embrace. Wait till I hold you near. Wait till you've seen that sunshine place. Ain't nothing like it here. That's a better kind of day. Won't it be fun? Is yet to come and go. The best is yet to come and go.